1867年パリバン国博覧会における佐賀藩市切断。後列左が藤山種博史。藤山種博史から1886年は幕末の佐賀藩市、明治時代のガラス工芸技師。別名は文一、非全国神崎郡尾崎村、東海織原に生まれる。幕末には佐賀藩製錬方として同藩のガラス工場で技術を磨き、 1867年に江戸幕府、佐賀藩、薩摩藩が参加したパリ万国博覧会には佐賀藩施設団の一員として派遣された。1873年、明治新政府は布告強兵の制作に則り、全国から17名の技術練習生を選定してウィーン万国博覧会へ派遣し、藤山もその一人としてガラス製造、 活版印刷、鉛筆製造に関する技術練習生として、明治新政府の施設団に参加して現地に留学し、翌年帰国した。1874年、井口直樹らと共に、国産鉛筆の製造技術を完成させたほか、1877年には、工部省品川工作文局で、初の日本人技師を務めて、洋式ガラスの技術を指導し、 近代ガラス工芸の基礎を築いた。晩年は佐賀駅教し、没後は出生地である佐賀県神崎郡内に墓地が混流された。ありがとうございます。